こんにちは。あ、トトちゃんが出てきた。あ、おしっこ、おトイレしてしまったね。あそこがトイレなんですけど、お家がね、新しくなりました。めっちゃいい感じじゃないですか。なんかね、ちょっと後で作ってるとこ軽くまた流すんですけど、音声なしで、外で作ったんで、また後で流しますけど、前まではね、3階建てで縦にね、階段があってね、もう登っていかないといけない感じで、で、今まではね、トトとも若くて、元気やったんで、で、今も全然元気なんですけど、まだまだ。でもね、あと1ヶ月でね、ちょうど1年になるんですよ、生まれてから。8月30日生まれなんで、で、カッターは10月17なんですけど、だからね、もう1年も、ハムスターは2年が寿命なんで、1年も経ったらもう40歳ぐらい、私ぐらいの年齢になってる、なるんで、で、そっからまたさらに1年も早いじゃないですか。で、この1年めっちゃ早かったんで、トトトを飼ってから。だからね、もうおばあちゃんになっていくんで、これから。もうすごいスピードでね。で、今まで階段の上り下り、若いからできても、これからはね、大変になってくるかなと思って、あと半年もすれば。前の家を作った時、もう半年以上前かな、あれ。あの時点で、トトトが1年の時に、1年経ったら、フラット、階段なしのフラット、作ってあげようって言ってたんですよ。なんかバリアフリー。もう階段も何も段差も何もないバリアフリーのね家を作ろうって言ってて、で、あ、そろそろやなと思って作りました。で、この幅ね90センチあるんですよ。横幅めっちゃ長くて、前はね上に長かったんですけど、横に長くなったんでめっちゃ広々、あっち行ったりこっち行ったり走り回れるんで。で、このね猫バスもそのままあるし、このトイレもそのままね、匂いついたままあるんで、寝床はもう猫バスの中で、トイレはここってもう、で、絶対ここでおしっこしてくれるんで、ティッシュでピッて拭くだけで、で、このゴミ箱に捨てるんですよ。蓋付きじゃないとね、匂うんで、なんか掃除が楽なんですよね。で、ここはぐるぐる回ってね、たまにポテッと落ちたりするから、これ、紙引いてます。で、今はね、夏やから、あんまり、いらないですよね、これ、髪がね。冬になったらね、もうちょっともりもり置いてたんですけど。まあ、この中にも入ってるんで。で、今、ここいますね、トトちゃん。なぜか、ここも落ち着くみたいで。で、暑い日は、ここが冷たいんですよね。ここちゃんと隙間空いてるんで、空気入るし、上も空いてるし。そして、これね、上パカッて外して掃除できるんで、この上乗してるだけですよ、木。ここでちゃんと止まるようになってて、で、下はこう餌を置いて、ご飯いろんな種類、これはトイレの、あ、シャワーの砂ですね。で、これもペレット。で、ここ水で、トトトはね、ちっちゃい頃この家に来た時から給水器置いてたんですけど、給水器の下に受け皿置いてたんですけど、ね、受け皿の水しか飲まなかったんで、ずっともう給水器飲まなくなったんで、給水器どけてこうやってます。もう毎日2回ぐらい変えてるんで、夏はね、冬は1回ぐらいかな。で、これどけて、これもこれかわいいな、もうこれなんかしてる。トトロのお布団もあるし、これ、テープも外れて、暑い日はね、家におるときはこれ開けといても、絶対出れないんで、こんな感じで、めっちゃ広いんですよ、これ。90センチ。で、この幅は21センチですね。前は30センチあったんですけど、もうこっち横に広くなるから21センチにして、まあ、薄いからね、そんな場所取らない。
そんなに部屋も広く狭くなってないですね。で、後で作ってるところを流すんで分かるんですけど、このねくるくる回るやつね、サイレントホイールで静かなんですよ、このブルーのやつで。これ材料買いに行った時に透明が売ってたんですよ、これ全くの透明で、こうやってこの全体的に見て透明の方が目立たないし木に合うなと思ってそれ買ったんですよ。600円ぐらいやったんで。ほんで静か滑らか、ここの回るとこが滑らかやから静かって書いてたのに設置したらね、ほんでトトトがその上を乗って走ったらカタ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 って音するから、あーかもわと思ってそれ外して、もともとあったやつに変えたんですけど、このサイレントホイールの透明作ってほしいんですよね。なんかオレンジとかブルーとかピンクとかしかないかな、全くの透明を作ってほしいんですよね。作れますよね、色つけへんかったらトトちゃんがここで。でね、まあこの辺雑なんですけど、これグルーガンでちょん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 ってやって透明のフィルムをくっつけてるんですけど、ここも足りなかったから、長さが透明のここに継ぎはぎしちゃったんですけど、ど真ん中に継ぎはぎせん方が良かった。こっちの端っこにして、これを置いといたら目立たんしね、これかけといた真ん中にするんじゃなかったと。でこっちからくっつけていったんで、あ真ん中足りないってなったんですよね。まあいっか、トトとかちゃんと見れたらいいんですよ。そうこんな感じでいい感じです。でこのね蓋も閉めといた上に物を飾れるし、トトとの新しいお家紹介でした。ちょっと作ってるとこ流します。